はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。で、シーズン12がね、終わって、シーズン13が今日から始まったっていうことで、まあ、ちょっとね、シーズン12僕命落としちゃって、途中で。2000手前の、ね、1950ぐらいまで来たんだけど、その辺でね、命落として、そっから蘇生することはなかったので、まあね、記憶から消すことにします。で、まあ新しくね、気持ちを入れ替えてやっていくんですけど、所詮いきなりエルフンいるけどさ、なんか韓国の人ってなんかあれだよな、ギャラドスめっちゃ入ってるイメージあるんだけど、7世代のせいかな。これどうしよっかな。エルフンだるいからなと思ってきたい。まあウツロイドにも強いし、レヒリにも強いから結構通りは悪くないで、エスバきついからカバ持ってきたいから、カバナットアット1みたいな選出がいいかな。これだとギャラに若干不安あるから、ザプドス持ってってくかって感じだけど、あーザプドスも、あーでもレヒレリもまあ強いし悪くないか。ちょっとね、受けループで使ってたザプドスだから厚底ブーツをなぜかそのまま持ってるんだけど、ステロ展開には割と悪くないんじゃないかっていう。ザップから入るかで、納豆カバルドンでいきます。じゃあエルフンにさ、魔王ミが連打であれだな、納豆のジャイロからされるとちょっとめんどくさいな。どうしよっかな。まあまあでもサンダーいるから自破とかない限りは。サンダー対面でさ、あの身代わり連打でいいよな、エルフンからすると。エルフンから来てる。ザプから入って、ただ、ナット残飯あるからね、そんなに。弱くはないけどなぁ。まあ、ナット引くか、一回。まあ、ステロも負けるから。で、ここ、ダイジェット考えると、宿り木からは絶対入れないでしょ。ダイジェット押せばよかったかな。これ、タスキでしょ。身代わりないんじゃない？それで突っ込んでくるってこと。ってこと、いきなりこう引いてくるように見えるから、宿り木から入っとくか。あー、そういうやつね。ジャイロを撃たれてもいいと。これ捨てる構え見せてるから、まあ捨てろから入っていいか。ここ置き土産とかなのかな。ちょっとだるいね。ただまあ置き土産なら置き土産で納豆暇しちゃうから、捨てろ前にとくのよくて。宿り見せてるから引きたくないんじゃないかな。で、追い風ターンも言うて、なこっちカバナットでそこそこ枯らせるから、あんまりビビってないけど。ああ、引いてくるんだ。まあ、置き土産もらってないのはいいかな。エスバー。ステロ巻いて。そんでカバルドン引きでいいんだけど。とね、木をね、持たせたかったんだけど、殴られて、普通に殴られて引かれるのが、だけで、次が無理になっちゃうね、嫌って、盆の身にしてるんだけど、膝巨大火球って行かれるとね、死ぬんだよね。火炎ボール、まあ、弾ダメあるかどうかとか見てから考えるか。こんなもん、弾じゃないでしょ、これ。これだったら次の火炎ボール耐えるから、怠けるから入っていいかな。で、エルフン引きはこっち別に、裏戻して間に合うから、ナット引きで間に合うから、それはそんなに気にしなくていいんだけど。ボンノミ食う。これラムっぽいよな、雰囲気。怠けて、なんか結構、今ね、構築記事を昼間めちゃくちゃ読んでたんですけど、結構なんかカバーうつろナットサンダーみたいなのが結構多くて、まあ、全員サイクルできて、殴ってもまあまあ強いしっていう。ダイマックスも別に弱いポケモンたちじゃないから、なんかそういうポケモンで構成するのが強いのかな、みたいなね、思って。まあ、結構僕は、そういう、受けができるサイクルだったら割と何でも嫌いじゃないから、まあ、受けループがね、本当は一番好きなんだけど、でそれじゃないとダメみたいなこだわりはないから、強いと思ったら使ってみることにはしてるんだけど。ね、あくび、打ちたいけど多分弾じゃないからこれラムでしょ？
自信を知って削るでもいいけどな。それで削っとくか。引いて、だったら悪病したかったな。ギャラ、はい。こいつに岩技があると困るけど。こいつがラムかな。あ、でも悪病っすか。さすがに。あー、これでかくなってくる。ジェットは耐える。ストリームだったら死ぬかもしれないけど。ジェットだったら大丈夫だから、あくびが入れれて、龍舞されないんだったら、あっと引きで大丈夫で、裏的に多分最後サンダーで詰めれるよね、ダイマないんだったら相手。こっちだけダイマ残ってるから。それでなんとかなる気してるけど。ストリーム、はいはいはい。これだったらサンダーで切り返してもいいな、別に。死ぬね。で、相手、地面タイプのポケモンいないから、別に大サンダーで全員、ダメージ通るから、そんな困んないかな。自家城。まあ、ストリームあったら、カバ大事にして、ナット引きたかったけど、ジェット打ってくるかなと思ってたんだよね。ザプドス引きで。あ、ザプドス投げで。で、なんか、カバナットサンダーがなんかさ、8世代のカバマンダガルドみたいに言われてて、気になるものがあったよね、少し。ここはまあさすがに、これ放電で落ちる？怪しくね？ちょっとダメゲーするか。落ちるんだったら、で、自家城だから多分耐久振ってないでしょ？臆病のシーム振りで、4振りか。放電、ギャラがダイマックスしてる。ああ、怪しいラインだからダイマ切っとくか、さすがに。まあ、いずれにせよここ切り返せれば勝ちだからね。で、ジェットとか撃たれんのめんどくさいから、まあ、身代わりから入って相手の大ウォール、様子見るみたいなのでも悪くなかったんだけど、結局ジェットって飛んできて、あ、次ジェット撃たれて、その、こっちが上から動けなくてめんどくさいだけだから、サンダーでいいか、ダイマターン枯らされるにしても、あ、通る、オッケー。これだとエースバンの命さえ奪っちゃえば、ナットでエルフン縛いて勝ちだから、まあ、これエルフンから来ると思うんだけど、タスキでしょ。まあでもステロでタスキ潰せるからなんか一発しかもらわないか。追い風なら追い風でまあいいし、まあジェットで突っ込んでいいかな。ダイマックスターン一旦残るから、最後破壊できると思うけど、うん、エルフンから来る。大ジェットで。だからこういう構築、僕別に使うの上手いわけじゃないからね。なんか上手、あー待って、いい技持ってるけど、それは超いい技持ってるけど、どうしよっかな。困ったことになったね。だいぶ。最後打ち合って勝てるかな。ビルドとかあるやつだとめんどくさい。まあでもステロダメも入ってるでしょ。アメターンあと2ターンあるから、ここナット引いとくか。ザプドスでここ殴ってもしょうがないから。オッケー、なんか降参だったけど。なんで？まあまあまあ、いいんだけど別に勝つなら。続けてもう一戦やっていきます。はい。じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。なんか知らんポケモンばっかりいるけど、大丈夫かこれ。知らんやつばっかおるけど、でもこれでもザプドス通りえぐくね？ザプドスで全員、ほぼほぼ破壊し尽くせるけどな。で、まあ、引き先だけなんか用意しとくか。どうしよっかな。まあでもザプドス投げてよくて、裏にか、ザプカバナットとかなのかな。ウツロイド投げたい気持ちあるけど、割と。たら、ガラルファイヤーにウツロイド投げて。いやー、切り刻んがめちゃくちゃめんどくさいな、ウツロイド投げると。でもウツロイド投げたいな、めちゃくちゃ。ウツロイド投げたすぎるけど、どうしよっかな。チラチーノとか考えるとカバーいてもいい感じするけど。
ちょ、映るの投げてみたいから映るの投げるか。投げてみたいとかで投げるのよくないんだけど。ザプ、映ろう、ラスト。まあ、ラスト誰でも割とミミッキーで殺せるか。あー、これだとでも、あれだ、刻めんどくさいな。ナット持ってくか、やっぱ。ナット持ってっていいか。うん。これでいきま。切り刻んいないか、切り刻ん処理した後だったら、ウツロイドのパワフルハーブで突っ込めるから、そのムーブしてみたいんだけど。切り、かといってじゃあ僕が切り刻ん使ってウツロイドケアしようとするかって、しないからね。あ、初手から来たけど。ステロマキとかだったら別に怖くないし、ここ割と相手引けないでしょ、裏に。放電からでいいな。で、トドンだったら身代わりから入って、ケア効くから、ミラー、タスキミラコみたいなのもね、大丈夫だから。まあ、暴風が命中不安っていう、あれはあるけど、まあ、勝敗が分かれる場面で打ちたくはないね、できれば。サンダーの暴風。突っ込んでる。ここ取れるならウツロイド通るよ、めちゃくちゃ。はいはいはい。メタバー。あ、結構強いじゃん。不意打ち耐えるかな、これ。耐えなそうだよね、今のダメージ的に。一回跳ねで見るか、様子。オッケー。で、まあ、放電でいいかな。これで不意もらっても大丈夫だから。いや、やっぱサンダーが、スペック高えな。放電で一回見れたりできんのがめちゃくちゃ、あ、放電じゃない。羽とかさ、身代わりで一回様子見れたりするのも偉い。ただこいつ技スペ10個欲しいわ、マジで。入れたい技が他にも、ありすぎるからね。な、でもそういうポケモンがやっぱ強えよな。型の開拓もできるし。ここでファイヤーなんだ。ここ相手ダイジェット以外ないと思って、出るんだけど、羽から入るか。ここたくんできたら神だけどね。いや無理でしょ、匠はさすがに。放電放電とか、放電で見てから大サンダーとかで殺されかねないから、ダイマ切るか殴るかしかないと思うけど。ダイマ切る。オッケー、ダイアークとかでしょ。これだったらどうしよっかな。サンダー捨てながら、ウツロイドで、殴り返しに行くか。まあ、第6個しに行ってもいいけど。第6個の方がいいかな。まあ、弱北臭いよな、こいつ。見るからに。ダイアークから来ると思うんだけど、どんぐらい入る？まだ半分以上はいっちゃいそうだね。ジェットから来た。どうぞ。サンダーを残すべきか捨てていいかっていう話で。まあ、次をウツロイドで切り返すのはほぼ確定でよくて。ラスト次第なんだけど、ウツロイドで切り返すとして、ナットがいた方がいい。だからウツロイドで切り返すんだったら S も上がるから、インテレオンも大丈夫でしょ。トドンだったらザプドス残した方がいい。チラチーノだったらナットが欲しいけど、まあウツロイドでいけんじゃないかな。まあウツロイドでいけんだろう。放電から入っていいかな。で、ファイヤー削っ、まあ、弱光だと思うけど。あ、てか、そっか。こいつも早いのか。ジェット打ってるから。耐えない？耐える。これでダイマ狩らせたのでか。まひんないかな。ビリ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 。ビリビリしない。まあ、これは良くて。放電で捨てていいでしょ。で、2段階上がったファイヤーの攻撃を、
つると耐えるかな。ちょっとだけ耐久に寄せてるんだけど。C はプラス2だね。余裕で耐えるんだけど。マジか。C 特化のさ、ガラルファイヤーのさ、弱砲発動してる込みの、燃え上がる怒りをさ、ストロイド耐えるんだけど、バグ、このポケモン。これメテオビームで一発でいけるよね。で、裏、まあ、なんでも、S 上がるからなんでも勝ちでしょ、多分。怒り。あ、ちょっと、これ昼間やったっけ、まあ、昼間やろ、さすがに。オッケー。これやってみたかったんだよ。これでずっと殺されてたから。よいしょー。おぉ、ドーン。これは確かに楽しいわ。こいつでメテオビーム打つの。サイクルできて殴れる駒だからな、ウツロイド。で、これで S も上がるんでしょ。なんか、理にかなった強さしてんな。ダイマックス適性もあってさ、サイクルができて殴れてっていう。ルチャブルこれショックで落ちるよね。タスキだったらめんどくさいから最後。ナットに一応ダイマ切れるように残してるんだけど。あー、オッケーオッケーオッケー。いいね。楽しいわ。ちょウツロイド、なんか毛嫌いせずに使うべきだったね。まあ、見た目は結構好きなポケモンなんだけど。回復ないのが嫌だなって思ってたけど、あんま気にするべきじゃないかもしんないわ。まあ、いや、新シーズンね、ちょっと。あの前のシーズンで命を落として蘇生できなかった分を取り返しに行くんで、今季以降また頑張っていきます。じゃあ、GG。